美しく走るっていうのもなぜなのかなって調べたら、今はあのディプレイ検証っていくらでもできるじゃないか、ビデオで撮るから。でも当時はそんなもんないから一発でしか見ることできないんで、走り去っていったら早すぎるとね、何だったのかさっぱりわからないっていうので、楽しさがなかったっていうふうに言われてて、早く描けるよりもこうゆっくりでも綺麗に描けるっていうのに魅力を感じたみたい、当時の人たちは。だからそういうふうに美しさを競うっていうのは、そこに力点が置かれた。綺麗にってどういう感じですか？上下動もしないで、スーッと風に乗って流れるような感じ。そして人馬一体と呼ばれるから。で、乗り手も、やっぱりこう調子が合わってるように乗るっていうのが、乗りこなすっていうのがポイントで、乗り手にも結構採点が上とあったみたいな、だから結構着飾るんだよね、馬をいろんな、ぼんぼりつけてね。で、乗り手も乗馬バカマっていってね、もういわゆるめかし込むわけで、やっぱり飛躍だから、課題とかそう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 、もう無駄なものをやらないじゃない、美を競うとなると、あれなんですよ。それと沖縄は土地柄で昔は石ごくろ道、でこぼこ道で舗装もされてないし、また坂道も多くて、アップダウンが激しかったんで、この平坦で馬が早く駆け抜けるっていう環境そのものがあんまりなかったというふうに言われてるんですよね。それよりも険しいこう道をこうくねくねしながらでも登っていく、そういう体力のある馬っていうのが、沖縄の馬の特徴だったというふうに言ってて、首里城のこの守礼門の前も馬場だったというふうに言われても、もともとはね、あの通りが、そこでやった競技の中にね、馬に一人は乗って、もう一人は手綱を持って走って、二人で馬回して、もう三つでこうハードルを飛ぶっていう。ラジオを聴きの皆さん、ハイサイ教会デービルをお届けしております。今日は、聖書の中から、スポーツ競技についてですね、お話をしておりますが、途中から馬の話が出てまして、大塚さんからも煽られて馬の話も、ついついたくさんやってしまいましたけども、盛んだった時代があったということだけはお分かりいただけたと思うんですけどね、他にもですね、聖書の新約聖書のですね、第一コリントという箇所ですね、そこの9章の24節にこう書いてるんですね。競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知ってるでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。また討議をする者はあらゆることについて自制します、彼らは朽ちる冠を受けるためにそうしているのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。
ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしていません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことがないためです、って書いてますね。アーメン。これ競技を例えて、はいはい、伝道をしてたわけですね、パウロはですね。パウロはもともとユダヤ人ですけども、はい、ローマまで行くんですよね。うん、その途中 のコリントっていうのはいわゆる、ギリシャの都市ですね、はい、うんまあ、いわゆるオリンピックが発祥したような土地なんですね、はい、そういった競技がとっても盛んだったというふうに土地柄にでも、伝道活動した時に、うん、弟子たちにこのように言ったんですね。競技で走る人たちは一人しか賞はもらえないんだよ。多分当時はね、はい、3位とか銅メダルってなかったんでしょうね。1位は1番しかない、はい、1番だけ表彰された時代だったと思うんですけども、だからそう1番取れるようにこの伝道活動にも励みなさいということを例えてるんですね、うん、そして健闘っていうのもボクシングのようなスポーツだと思うんですよね。それも空を打つようなものはやったらダメよと、やっぱり相手にヒットするようにね、はい、打ちなさいということは、うんまあ、もちろんこれ相手の顔面に打つようにっていうのではなくて福音が、心に、はい、ヒットするようにということを例えて、はい、言ったと思うんですね。そして受ける冠っていうのはね、まあ、勝者にはね、はい、月桂樹の冠がよくね、はい、かけられるというのがあると思うんですね。はい、まあ、それはいつか物ですから朽ちますよね、うんはい、でも私たちは朽ちない冠を受けるために、要するに、神様の祝福を受けるということですね、はい、永遠の命に預かるということを例えて、そのような、朽ちない冠というふうに表現をしてますね、はい、ですから、ね、失格者にならないように自分も務めてるよということでパウロは、うん自分もそういうふうに自制している。スポーツ選手はやっぱり自制しますよね、うんはい、すごい自制してですね、特にボクシングなんかの、はい、ウエイトをコントロールするって大変だ、減量大変みたいですよね、はい、私も地元で浜田剛っていう、はい、プロボクサーがいたんですけど、はい、私の一個先輩ですけども、彼世界チャンピオンになるときにですね、はい飲み物が飲みたくてね100円持ってね自動販売機の前をね3時間ぐらいうろうろしたけど我慢したっていうふうに言われてるんですね。これ飲んだら僕は世界チャンピオンになれない、でも我慢したらなれるということで言い聞かせながらもうね自制したっていう話を聞いたことがあるんですけどね、彼らなんかまさにね自制の塊でしたね。もうお腹すくでしょうけどもう食べたら減量にね差し支えるということで、もぐもぐっていうのをもうすごい時間をかけて食べるとか言ってましたね、うんまあ、そういった、ことを、なんて言いますかね、忍耐して、彼は世界チャンピオンになったんですね。うん1回だけ防衛したのかな、あれ、はい、すごいハードパンチャーで、はい13回連続 KO の記録を持ってる方ですよね。うん、はい、私たちもとても誇りに思ってる人なんですけども、はい、そうですね、先輩となると、はい、そうなんですね。大塚さんでね、馬ババ巡りですね、馬跡巡りは、はいなんかいいですねってことで、そうなんですよね。調べていくとね、たくさんあるんですね。チャンピオンコースっていうのはあるんですよね。あるんですか。中央大会みたいなのが開かれるっていう箇所ですね、はい、そういったところなんかね、綺麗、今でもね見るとね、綺麗な直線のね整備された道路になってるんですよね。ここやっぱいいところでやるんですね。そう、名残があるなっていうのが分かるんですよね。なるほどと思って、そして必ずつきものっていうのがね、馬を浴びせるところがついてるんですね、はい、これ沖縄の方言で馬アミシグムイって言うんですけどね、アミシグムイ、うん、馬を浴びせる、ため池ということですね、はい、そこが水があってですね、が必ずあるんですか、はい、じゃあ馬は汗かきますよね、はい、そしたらやっぱり拭いてあげないといけないんで、水場がどうしても必要なんですよね、うん、それで、この馬場の後には、すぐ近くの横にですね、ため池がセットであってですね、そこに連れて行って、
浴びせてまた綺麗にしていく。要するに車で言えば洗車場ですね。当時はまあ車がない時代ですから、はい、馬を非常に大切にしてですね、洗車をしてたというのがあるんですね。はい、大塚さん、目標がはっきりしている人すごいなということですね。はい、まあ、スポーツ選手は、そういった自制をするっていうところも ね、すごいところがあると思いますね。まあ、あまり行き過ぎて、薬物にっていうのがね、ちょっと違いますよね。はい、そういったところっていうのはやはり、競技が異教のこの神々に捧げるっていうようなところから、オリンピアの競技も始まったっていうことは、まあ、歴史的事実でもありますし、今でもやっぱりね、あまりにもショータイムってすごいですよね。あれ開会式とか閉会式のね、はい、あれすごいですね、はい、あれもちょっと私はやりすぎかな、お金のかけすぎかなと思ったりしてね、まあ、見る分には非常にすごくて、はい、感動ものだと思うんですけども、ちょっとねあまり行き過ぎるとこれは本来の、スポーツの、ね、はい、祭典というのとはちょっとかけ離れてくるんではないかなと思いますね。はい、まなみちゃんはスポーツ何かやってました、はい、私スポーツはやってなかったんですけど、野球部のこの応援マネージャーのなんていうんですかね、ブラスバンドをしてました。なので野球を見てましたね。あ、はい、なるほど。じゃあ結構目が超えてますね、野球は野球、まあまあ見る側っていうのはね、はいはい、応援する側もね、でも応援は楽しいですね、はい、でも応援っていうのもすごいですよね、はい、我がことのようにみんな応援するわけですからね。そうですね、はい、他人のためにですね、尽くす、はい、要するにこれも聖書でいう取りなしていくっていうのと全く僕は一緒だと思うんですよね。応援してね行くことによって勇気づけて、はい、プレイヤーが、実際はプレイヤーの方が力を受けるわけですから。そうですよね、はい、自己犠牲を払って、応援をするということですので、応援団の精神というのは私もすごいなと思いますね。大学の応援部なんてすごいですよね、はい、すごいですよね。東大の応援部っていうのもすごいっていうのを聞いてますもうなんか、やっぱ違いますよね、はい、普通の応援とやっぱこの形もちゃんとあって、すごいすごい、私は日本青年館にね、はい、まあ、よく役員で通ってる時なんか神宮球場で大学野球なんかやるんですよね、はい、それは終わったら応援部の人たちが来て広場で応援の練習したり、はい、負けた時には先輩から特訓されてる姿ってよく見たんですけどね、もうところ構わずうさぎ跳びで返されていくシーンなんかよく見てましたけども、はい、この大学生ってすごいなと思いましたね。大変ですね、はい、もうエンディングに近づいてまいりました、はい、今日は、聖書の箇所からね、競技あるいは競技場とかの話を展開して、はい、まあ、スポーツと、関連付けてちょっと聖書の箇所を話しました、はい、時間があればですねまた、お話をしてみたいと思うんですけども、はい、まあ、ちょうど、エンディングの時間となりました、聞いてくださいました皆さんの上に、この1週間も祝福がありますようにお祈りいたします。ご家族の上にも祝福そして平安が満たされますようにお祈りをいたします。聞いてくださった皆さんありがとうございます。このお祈りを主イエスキリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン、はい、お願いします。はい、にゃこさんも本日もありがとうございました。ありがとうございます、はい、こちらこそありがとうございました、